ドラマに組めずんじゃなくて、シャッフルビートが一番昆虫で得意な畑のマオイがニックメイズンのパートを叩きます。ドゥン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 ニックメイズンはちょっとビートが重ためです。どちらかというとコージーパウエルに近いです。昆虫界のコージーパウエル、畑のマオイ。そして見た目も名前も似てるんだけれども、ビート感が全然違う林の前はクイーンの We Will Rock You を叩きます。ドラムはロジャー・テイラーというのはクイーンの常ですが、今日はロジャー・テイラーにはちょっとや休んでいただいて、林の前がクイーンの We Will Rock You を叩きます。We Will We Will Rock You、までぴったりってね。さあ、この畑の馬追い、林の馬追い、見た目も名前も似てるんだけど、生息環境ね、住んでる場所が違う。畑の馬はちょっと平地で、林の馬は高いとこ、低いとこだとピンクフロイド、高いとこだとウィルロックね、低いとこだとピンクフロイド、高いとこだとウィルロックね、ということでね、覚えててくださいね。ということで、こちら、そしてイエスね、レッドゼッペリンね、ACDC、ね、ブラックサバス、アイアンメイデン、ね、ディープパープル、日本人が特化して好きなディープパープル、ね、アメリカ人はそんなでもないかもしれないけど、日本人がなぜか好きなディープパープル、ね、そして途中でキングクリムゾンというバンドの曲になりましたら、そこだけ3分やります、ね、そこまで5秒ずつ進行してキングクリムゾンのメドレーの瞬間で3分やります、ね、だけど あんまりそうなりすぎないように気をつけます、ね。17曲5秒ずつ言いましたけど、17曲の半分以上はプログレッシブロックというジャンルの曲で、そしてプログレッシブロックというジャンルの半分ぐらいはキングクリムゾンの曲を歌います。ひいきの引き倒しです。エマーソン・レイク&パーマーのタルカスメンです。では70年代60年代80年代のロックメドレー、なんで70年代60年代80年代というかですね、なんで60年代70年代80年代と言われて、なんで70年代60年代80年代というかというとですね、72年にね、あのロックの名盤の奇跡が詰まってるんですね。なので70年代って先にちょっと言いたくなってしまいます。なぜなら69年のクリムゾンキングの宮殿しか60年代の曲をやらないからですね。ということで、お付き合いください。ピンクフロイド、One of These Days。あ、この曲もそういえば60年代。よし。じゃあ、お付き合いください。
Thank you.